今回はちょっとね 20mm の単焦点レンズ、開放値 F1.8 の G レンズ、ソニーの純正のものですけど、まあ、それと α7S3 を組み合わせた、まあ、そのワンセットだけでちょっとね、まあ、昼ご飯をまあ食べに行った時にブラブラちょっと実験的に撮った映像になります。まあ、今後ねちょっとこの 20mm1 本だけで、まあ、Vlog 的なものとかにまあ使えるかなっていうのを今ちょっとね実験してて、まあ、今回ちょっとね、まあ、実験的な感じの、まあ、僕がどういう使い方をするかっていうのをちょっとね模索してるのを一緒に皆さんと見てもらえたらなって思うんですけど、そうで、まあ、僕はねそのうろうろする時もなるべく小型軽量で行きたいんですけど、例えばそのアクションカメラみたいなのとかスマートフォンとか、まあ、こう軽量で、まあ、手間があまりかからないカメラとかっていろいろありますけど、やっぱりちょっとねこう被写界深度の浅いこのラージフォーマットっていうか、そのセンサーサイズがちょっと大きめのこう雰囲気のある映像でも、まあ、撮りたいなと思ってて、ただでもそうなってくるとちょっと機材がでっかくなるんで、どれだけ、まあ、小型軽量化の状態で、まあ、Vlog とかまあ、撮れたらいいかなっていうのを今ね模索してる感じで、ちょっとこの時はその僕の中で今まあ一番これがベストじゃないかって仮定してるのが α7S3 にこの 20mm の単焦点 F1.8 の G レンズ、開放値が赤もうめちゃめちゃ明るいんで結構ね、まあ、広角レンズって背景ボケにくいんですけど、まあ、1.8 もあれば結構ね背景もボケやすい感じ、特にまあある程度接写すれば、でこの時も、まあ、これ今ねこのオリーブの葉っぱを撮ってるんですけど、後ろの方はもうボケてます。まあもちろんこれ結構ね近づいて撮ってるんで背景ボケやすいっていうのはあるんですけど、で今オリーブの実にフォーカスを合わせて、まあ、これね全部ね今オートフォーカスにもう勝手に任せてます、任せて撮ってるんですけど、まあ、ちゃんと中央の狙ったオリーブのミニフォーカスが合ってたと思ったらここでずれました。はい、これをオートフォーカス任せ、まあ、こういうのもたまにあるんで、こういう時にまあどうするかっていうのもちょっとね、まあ、どういうのが、まあ、やり方がいいかなっていうのをもう実験的に使ってます。でこれね今フォーカスあったのはこれトラッキング液晶画面で指でピッてタッチするとこのミニフォーカスがピシッと合うようになるんで、まあ、そのトラッキングっていう機能を使いました。でこれ今からまあ、ランチをしに行く、まあ、海江っていうところなんですけど、ここ、まあ、北浜アリーっていう高松のね、なんかね、飲食店とか、まあ、なんかちょっとおしゃれな店がちょっと集まってるエリアで、まあ、こんな感じ、まあ、倉庫街で古い感じなんですけど、まあ、なんか古いものをいい感じにリノベーションというか、なんかおしゃれな感じにしてるエリアのところです。ここね、正面突き当たりがカフェなんですけど、この左手にギャラリーがあって、2013年にね僕はねここのギャラリーでね実は写真展をやってたんですよね、うん、まあその時もなんか何百人か来てくれたんですけど、今となってはなんか写真展やるよりもこう YouTube でこう写真とかを公開した方がたくさんの人に見てもらえるんで、なんか今後写真展って自分自身やるのかな、どうなんかなっていう感じに、まあ、もちろんリアルでいろんな人と出会えるっていうメリットはあると思うんですけど、なんか最近そうですね、昔はだから写真展をやって自分のそのアピールっていうか営業というか、まあ、広告代わりにやるんですけど、まあ、そういうのちょこちょこやろうかなと思ってたんですけど、今はもう全くリアル写真展をやりたいっていう願望よりかはこうやって YouTube 今こう YouTube でこういろいろ見てもらう方がまあ効率的かなっていう気がしてます。はい、でまあこれ今カフェの中に入ってきてるんですけど、これも 20mm もうずっと同じパターンで撮ってるんですけど、 ND フィルターをね、まあ、もちろん必要なんでつけてます。で ND フィルターをつけて常に開放 F1.8 で撮れるようにしてるんで、このグラスの奥の背景とか結構ボケてましたよ。ただねデメリットとしてはこの広角レンズなんでフィルターつけることによってね四隅がこう黒くこう蹴られたりすることもあるんで、それはねちょっとね気をつけないといけないんですけど、僕ねこの時ね ND フィルターだけじゃなくって ND フィルターの取り外しが簡単にできるマグネットのフィルターがあるんですけど、まあ、それをねつけてて、だからマグネットの、なんていうかな、オス側とメス側の2枚とでさらにね一番レンズの根元側にはね保護フィルター、
傷とかホコリがつかないような、それもねつけっぱなしでつけてたんで、だから実際フィルターっぽいやつがレンズに4枚ぐらいついとったかな、4枚ぐらいついてたんで、それなりの厚さになってます。だからねちょっとねたまに暗く蹴られてる時があるんですけど、まあ、この時はね今超解像ズームっていうズーム機能を使ってるんで、まあ、20ミリの画角よりかはもうちょい望遠の画角になってて蹴られてはないんですけど、これは若干蹴られとるかな、もしかしてこれ多分20ミリぐらいかな、そうそんな感じです。あ、そうで超解像ズームっていうね、その単焦点レンズでもその電子ズームを利用してこう解像度が落ちずにズームができますっていう機能がソニーのカメラにはついていて、この今カレーのアップもこれ20ミリのレンズやけど超解像ズームで2倍まで望遠にできるんで40ミリぐらいの画角で撮ってます。はい、まあ、そんな感じ。だからソニーのカメラって超解像ズームがあるおかげでこの20ミリの単焦点レンズを持っとけば20ミリから40ミリまでの、まあ、ズームレンズと同じような感じでこの単焦点レンズが使えるんで、まあ、僕はこのね Vlog スタイルでこう身軽に行くっていう時は、まあ、このミラーレス一眼を使う場合はこの20ミリの G レンズが一番いいんじゃないかなって今ちょっと仮説を立てて実証実験をしているのを今皆さんと一緒に見てるっていう感じ、こんな実験映像をみんなと一緒に見ていいのかっていう感じはするんですけど、まあ、これを踏まえて今後この20ミリだけでいろいろ撮っていく可能性もあるんですけど、まあ、しばらくはねまだちょっと実験的な感じで、なんかねマイクロツーリズムみたいなその地元のまあ、観光エリアとか、まあ、その辺中心でしばらくはうろうろする感じになるんですけど、まあ、将来的には、まあ、県外とかもっと積極的に行きたいなと思ってます。でこれちょっと夜になって場所もちょっと変わったんですけど、これはね、まあ、同じ日にちょっと打ち合わせがあったんでちょっと打ち合わせ場所でもちょっと夜の風景を撮ってみました。まあ20まあ、これもまるっきり20ミリですね。この超解像ズーム使わずにこれ20ミリの一番広角の状態、まあ、こんな感じ。はい、ということで、まあ、今回はねちょっと実験的な 20mm の単焦点レンズで、まあ、うろうろして撮りましたっていう内容でした。またよかったら見てください。はい、ピチョートでした。ではまた。